あのタイトルっていうかお題が NMB と秋に関連した五七五的なやつだったんですけど、どうしましょう。いやもう漏れてなさすぎてちょっと泣きそうなくらい。どうしよう。髪色なんて言ってオーダーしたの。ブリーチなしでの明るさの限界で黄色くならない感じでつって。こんばんは。なんか光飛ばしたらすごい加工してますみたいな感じじゃない？ちょっと加工ね。してねえんだよな。ごめんなさい。なんか滑らかにはしてますね。ちょっと肌が。あ、こんくらいでいいか。何もしてなかった。自分でさ画面見てさ加工してるみたいとか言ってさ見たら加工してないのほんまやばいな。やめ、ちょっとやば、ごめんなさい。本当にクソみたいなこと言った、ごめんなさい。そういう意味じゃなくて、なんか質感が気持ち悪くて、そういうことです。なんかめっちゃやばい人やん。そういうあれじゃないですよ。どうしよう、ナングラどうしたらいい。なんかみんなありますか、いい案。な、加工なしアピールみたいやんな。もうほんまごめんなさい、そういうことじゃないんです。ごめんなさい、ほんまにごめんなさい。どうしよう、みんなさどんなんにしてるんですか。ちょっと見たけどむずいよね、五七五とか。どうしよう。みんなどうやって決めてるんですか、メンバー。季語から決めればいい。どういうこと？季語って何ですか？諦めた。何グラ全然思いつか。お、いいやんいいやんいいやん。秋かかってるやん。いいやんいいやん。ってこんな感じで決めてますみんな。じゃあ分かるで、季語は分かんで。分かるけど、例えば何っていうあれです。でサンマモミジ、ああそっか、そういうことか。諦めた好きなんやけど、メカな。秋とかけて諦めた好きなんやけど。
今日さ、夜っていうか暗くなってからさ、ちょっと話変わってごめんなさいね。みんな考えてくれてるのにちょっとごめんなさいね。今日さ、めっちゃみんな空撮ってたんですけど、空の写真撮ってる人がめっちゃいたんですけど、何かあったんですか今日ね。諦めたらおもろいよな。好きです。なんかあったん？月食？会月食ってない。なんか月撮ってるんかなと思って見たら普通の三日月で、何撮ってるんやろうと思って。月食やったんですか？何月食って言うんですかこれ。皆既月食。あ、そうなんや。今日本当は満月。そうなん。めっちゃ三日月やったで。めっちゃこれやったで。絵に描いたような三日月でしたけど、今日。どういうこと？140年ぶり。そうなん。どういうこと？ どういうこと？それがすごいん？その三日月がすごいんですか？欠けてる時が三日。それがすごいん？普段ってなん、え？普段って三日月じゃないんですか？マジでごめん、世間知らずみたいなこと言って本当にごめん。普段って三日月じゃないんですか？普段満月？だってさ、月とか見ることないやんか。三日月じゃないのに三日月に見えるのがさ。へえ。ほえ。なるほどね。なるほどね。なるほどね。短時間でどんどん月が欠けていく。なるほどね。なるほどね。分かった分かった。 ありがとう。 なんか本当に、センターの子の後ろから少しだけ推しメンが見えると尊いみたいな感じで。なるほど、これが一番わかりやすい。 そういうことか。そういうことね。なるほどね。わ かりやすい。ゲーム実況でさ、若菜とゲーム実況してるじゃないですか。あれでさ、めっちゃほんまになんか、アホなんやなっていうのがめっちゃさ、再確認させられて辛い。 辛いっていうか、普通にまあそれ楽しいですけど、まあ、マジでアホなんやなって思う。ミカだってマジでアホなんやなって。ていうか阿部が頭めちゃくちゃいいから、飲み込みが早いのよ。めちゃくちゃ飲み込み早いし、文章とかも一回読んでもう理解してんのよ。ちょっと待って、置いていかないでってなるんですよね。
や、オッケーじゃないのって。なんか阿部はもうなんか一回読んでもうスッと言ってるんですけど、ちょっと待って、なんでわかったんって、なんで今一回の時なんでわかったんってなるんですよね。マジマジやばいなって思う。だからなんか G 読めんとかじゃないんですよ、アホさが。なんか国語の教科書とかって一回読んでも何も理解できないんですよね。かな、そういうあれです。だからあのどうしようもないやつ。読み方なんかさ、まあ勉強すりゃ分かるやん。共感の嵐マジ。そうそうそう、めっちゃ困るんですよね。私の友達も映画の君の名は理解できなかったらしくて解説したもん。ああ、映画とかも結構理解できんかも。言葉で説明してほしいである、口で。本読むって大事なんやろうなって思うわ。髪の毛を明るくしました、少しだけ。あんま分からんっすよね。でもどうですか、明るいの。いい感じ、ほんまに。ずっと明るくしたくてさ、やっとできました。まあ言うてそんな明るくないんですけど。何グラ忘れてない、いや何グラミかな、さっきのでいくつもりなんですけど、どうですか。なんかちょっと忘れちゃった、何やったっけ。諦めたみたいなやつ。ちょっともう一回送ってほしい。どんなやったっけ、何言ってたっけ。スクショします。諦めたみたいなやつ。何でしたっけ。スクショしました。ありがとうございます。いや、これはこういうのはちょっと即決しないとダメって学んだので。取られたって。みんなピースした、ちゃんとピースしました。ありがとうございます。被るの大丈夫なんて。被ってるんですかこれ。
半目やった。あ、マジ？あかんやんけ。使ったんで半目でも。みんなちゃんと笑顔でしましたか？真顔取られてもうた。え、誰かと被ってます？被ってない？大丈夫かな？諦めたを絡めた。早く。あ、そう、多い。あ、そうなんや。諦めた。めっちゃ見る。マジ？今日の服どこの？今着てるやつ？これはジェイダですよ。インスタの下。インスタみんな見てくれてますか？ねえ、なんか泣きそうな顔してんの。みんな見てくれてますか？見てるよーって。いいねしてくれてますか？コメントもしてくれてますか？通知音にして即飛んでいいねしてます。いいね。いいねしてるよって。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう、コメント別にすることねえなみたいな。別にこの画像に別に感想ねえしみたいな。あるじゃないですか。そら別に大して漏れてもねえし、別になんもねえよって時はいいねとかだけ書いてください。こういう絵文字だけでもいいっすよ。ハートの絵文字だけでもいい。ニコちゃんマークの絵文字だけでも嬉しいので。そうそう、そういう雑なもう適当な絵文字でもいいんですよ。嬉しいのでね。見てなんか見てくれてるっていうのが嬉しいから。モチベーションになるので。今まで本気でほんまにあれなんですよ、更新 SNS の更新を頻度が低かったじゃないですか。今まではあんまりしなかったじゃないですか。いっぱいしたらもうみんなが飽きるんやろう、飽きちゃうかなと思って、コメントとかも少なくなりそうで、それが怖くて。量より質だろって思って。ボンボン統合してても飽きられるだけだろって思っててたんですけど、
みんなが最近結構してるんですけど、みんな結構してくれるから心配なかったなって。でも一番いいと思うのは量も質もいいっていうのが一番、まあそれをね、それが一番いいんじゃないですか。え、マジ怖かったんですよ。毎日更新なんかも怖くて絶対できなかった。2日に1回でも怖かった。飽きられるのが怖くて、飽きられるのが怖くて。やし、自分のなんかめっちゃ苦手なんですよ、 SNS が。苦手っていうか、あの完璧主義者やから、めっちゃちょっとでも納得いかんかったら消したくなっちゃうし、だからもうこれはもう 100% っていう、もう 100% 納得が自分でできる写真じゃないと載せたくなかったけど、まあ最近はあんま気にしてないっす。気にしてないっていうか、気にしてない、気にせんようにせんとなって思ってるなもん。っていうね、ちょっと はい、じゃあちょっとソロはですね、アングラのツイッター更新しますので見てください。じゃあね、ランキング読みます。ありがとうギフトみんな。13位くるみちゃん、12位あきら GT さん、11位かほめらちゃん、10位ロングソードさん、9位ポニーさん、8位山本りょうるんさん、7位山ちゃん。うわ、変わりやがったぞ。うわ、読んでる途中に変わりやがったぞ。13位ポニーさん、12位かほめらちゃん、11位りりちゃん、10位山本りょうるんさん、9位元気さん、8位あきら GT さん、7位ゴンちゃん、6位エレンちゃん、5位山ちゃん、4位カミュさん、3位くるみちゃん、2位シャドウさん、1位ひさとさん。ありがとうございます。変わりやがってほんまありがとう。じゃあみんなありがとうございました。じゃあねー。